こんにちは、山形真也と申します。1967年生まれ、いわゆるアラフィフと呼ばれる年代に足を突っ込んだ男性同性愛者、ゲイの当事者のおっさんです。東京レインボープライドという東京でプライドパレードを開催している団体の代表を務めています。僕のゲイライフがスタートしたのはおよそ20年前、就職で東京に出てきてきた20代半ばの頃でした。多分当時としても少し遅めのデビューだったと思います。それまでは女性とお付き合いしたこともあったりもしたんですが、今思えばしっくりと来ていなかったなと思います。きっかけは何だったんだろうと振り返ってみますと、まず思い出すのは学生の頃、たまたまなんですがテレビの深夜番組でに出演しているゲイやレズビアンの人たちを見たという経験です。出演していたのは、1990年に起こった府中青年の家事件の被害当事者の方々で、動くゲイとレズビアンの会、通称アカーという団体の方々でした。この事件については、ここでは割愛しますが、興味のある方はインターネットなどで簡単に調べられますので検索をしてみてください。それまでの僕は身近にカミングアウトしている人もいなくて、ゲイといえばテレビの中でお寝言葉でこうしゃべくりまくるこうおすぎとピーコさんくらいしか知らず、ゲイという言葉の意味は知っていても、その言葉が指し示す具体的なイメージ、人物像を持ち合わせていませんでした。しかし、ブラウン管の向こうで語りかけるアカーの人たちは、僕と同世代で、僕の周りにいる友人たちと変わらぬ普通の若者でした。自分と同世代の自分と同じ一般人の中にも、同性愛者が存在しているんだ。そのことを強く強く印象付けられました。その後大学を卒業し、2年ほどの間僕はバックパッカーとしてアジアなどを放浪していまして、20代半ばになってようやく就職し東京に出てきました。上京してから自身のセクシャリティについて真剣に悩むようになりました。その頃手に取って読んだ本が伏見紀明さんのプライベートゲイライフでした。この本を読み、この本に背中を押され、僕は自分が男性を好きなこと、性愛の対象が同性である、ゲイであるという自分はゲイであることを確信しました。それからは行動あるのみでした。まるでそれまでの空白を埋めるかのように。当時は、今のようにインターネットや携帯電話が普及しているわけでもなく、当時のゲイ雑誌バラ族とかバディとかアドンとかそういうものを買って情報にアクセスし、また、そこで得た情報で、初めて生身のゲイの当事者と出会い、また男性との初めてのセックスを経験し、2丁目のゲイバーに初めて出入りし、ゲイ雑誌の文通欄で出会いを求め、水を得た魚のようにつながりを求めて行動していました。今の自分からは想像できないんですけど、初めてゲイ雑誌を買ったりゲイバーに入った時のこと、なんだかすごく思い出すと自分でもこう笑っちゃうぐらいドキドキしてビクビクしてものすごく緊張して、でも、あれから20年経って今振り返ってみると、あの時のウブだった自分自身の存在が今となってはとっても愛おしく思えています。あの時勇気を振り絞ってリアルなゲイの世界に飛び込んだことで、たくさんの気の置けない仲間たちと出会うことができました。彼らから元気をもらい、笑顔をもらい、ゲイとして、
プライドを持って生きてくることができました。そして出会って16年目になる大切なライフパートもパートナーと出会うこともできました。振り返ってみると、つくづく人生って縁だな、縁が大事だな、出会い、つながりが大事だなと思います。でもその縁は求めてからこそ得られるものだとも思うのです。所詮人生、自分の人生は自分で切り開いていかなければいけません。人は元来孤独な存在です。でも反面、一人では生きていけないのも人間です。だからこそ人との縁が大切で、その人と人との縁に血を通わせるのが愛という名の接着剤なんじゃないかなと僕は思います。話はがらりと変わるのですが、とても大切だなと僕が最近思うので話しておきますね。日本には憲法というものがあります。日本国憲法です。社会科や公民の授業などで勉強したことがあると思います。憲法は国家の基本原理や原則を定めた 法規範で、法治国家である日本国家の最高法規です。だからこの憲法の内容に違反する法律は原則として無効とされることになっています。その日本国憲法の大きな柱の一つに、基本的人権の尊重というのがあります。例えば憲法第13条には、すべて国民は個人として尊重されるとあります。またあるいは第14条には、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないとあります。先ほどの府中青年の家事件もそうですが、憲法によって基本的人権が保障されている、されていたとしても、人権を侵害され、差別されることは現実の世界ではよくあることです。しかしながら、だからといって、憲法は建前でも絵に描いた餅でもなく、有効に使っていくべきものであるはずだと僕は考えています。なんでこういうことを言うかというと、例えば先頃ロシアでは同性愛宣伝禁止法が成立し、ウガンダでは反同性愛法案が可決され、同性愛者が法にのっとって弾圧をされています。また、最近ではインドでは、同性愛を犯罪とする最高裁の判決が出されました。イスラム教を国教とする国々では、あるいはイスラム教では同性愛が禁止されているため、イスラム教を国教としている国々では同性愛が発覚すると死刑となるような国もあります。一方で日本には基本的人権の尊重を謳った日本国憲法があります。ロシアやウガンダのような同性愛者の人権を侵害するような法律は日本では違憲となり、制定されることはありません。セクシャルマイノリティとして生きていくには、まだまだ多くの困難が横たわっている現実の日本の社会ではありますが、日本の憲法では基本的人権が保障されていることを覚えておいてもらえればと思います。そしてこの基本的人権は空気のように当たり前に存在しているように思えるかもしれませんが、今後も尊重し保障していく意思がないと、この基本的人権は絵に描いた餅になり、失ってしまうこともあるかもしれないものなのです。機会があればぜひ日本国憲法を読んでもらうのもいいかもしれません。最後になりますが、最後になりますが、
セクシャルマイノリティであるということは、マイノリティではあるかもしれないけれど、決して変でも異常でもありません。あなたにとってのあなたらしい、あなたが選んだ性のありようが、あなたにとっての真実であり、そのことにプライドを持って生きていけば、それでいいと思うのです。そして、あなたの命は、あなたのものではありますが、あなただけのものではありません。家族や友人、恋人、パートナー、あなたと縁のあるすべての人たちのものでもあります。だから、絶対に命は大切にしてください。僕が代表を務めるパレードの、東京でのプライドパレードには、東京のプライドパレードには1万人以上の人が集まります。仲間や支援者はたくさんいます。よかったらぜひ遊びに来てくださいね。こういうビデオメッセージという形ではありますが、この場で出会ったのも何かのご縁です。この縁を大切にして、ハートをつなげ、愛をつなげ、共に生きていきましょう。きっと君も大丈夫。ハートをつなごう。